医療機関のお役立ち情報をお伝えするウェブリーチャンネルようこそ。こんにちは、河村信也です。皆さん、 AI 時代になってから GPU っていうのがどうもなんか AI の処理に必要だっていうことをよく耳にするようになったかと思います。さらにですね、その GPU を作っている NVIDIA という会社さんの名前もよく聞くようになったんじゃないかなというふうに思います。今日はですね、この AI 時代に現場はですね、どういうものを動かす想定で、どういう端末をこれから持ったらいいかというようなお話をですね、いつものあの人大西大輔さんと、実はですねゲストとして NVIDIA さん、それから GPU だけじゃ動かないので、それに適した AI コンピューターみたいなところの端末を作っていらっしゃる日本 HP さんをお招きしてですね、いろんなことをちょっと聞いてみました。実際にですね、お三方とのインタビューを聞いていただきたいんですけれども、お話を聞くとですね、チャット GPT すら一歩も2歩も遅れてるなという風な形で、もっと先を医療現場では読まなきゃいけないなということもですね、こうお話から伝わってくるなと思いますので、それを聞いていただいて、最後にですね、私の方で内容の方とですね、皆さんが今後すべきことなども含めてまとめますので、ぜひ最後までご覧いただければという風に思います。それではインタビューからどうぞ。これからの時間はですね、なんと男4人もこう並んでしまっているような感じなんですけれども、ゲストが3名いるということで、まずはそのゲストからご紹介しようと思います。画面のですね、一番左からになるんですけれども、まあ見たことある方が多いかなと思うんですけれども、いつものあの人こと大西大輔さんになります。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そのお隣になるんですけれども、皆さん最近よく聞く企業の一つで、 NVIDIA という企業の小野さんになります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そのお隣、私のお隣になるんですけれども、日本 HP のですね、新井さんになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この3人がなぜ並んでいるのかというとですね、まあこれからですね、 AI 時代に突入してですね、医療現場っていうのはハイスペックなコンピューターが主流になっていくだろうということでですね、それに長けた方々をお呼びして、医療でどうなっていくのっていうことをちょっと聞いていこうかなというふうに思いますが、これ実を言うと、いつものあの人大西さんが呼んでいただいたゲストということで、大西さん、これ どういうつながりなんですかね。今から8年ぐらい前にですね、日本 HP さんと一緒に医療の世界を盛り上げようということで交流会を始めました。はい、その交流会がずっと、まあ、8年間続いて、毎年まあ1回2回やってたんですね。その中でずっとゲストで NVIDIA の小泉さんに出てもらってた。その中でもですね、実は AI について取り上げたこともあって、非常に面白い話だったので、今日ちょっと河村さんに聞かせたいなということでお越しいただきました。なるほど、しっかり聞こうかなと思うんですけれども、ちょっとお二方にクローズアップをしてみたいなと思うんですけれども、まずちょっと小野さんの方から、もう最近 AI に付随してというか、もうセットになって御社の名前が世にこういっぱいこう出てきているんですけれども、もちろんこれ見てる方も知ってる方多いかなと思うんですけれども、改めてその御社がどういう会社さんか、あとは医療とどう関わってるかっていうところを教えていただいてもいいですかね。はい、ありがとうございます。昨今本当に AI という観点でですね、非常にこうお引き合いとかいただいておりまして、はい、特にこう医療に特化したっていう会社ではなくて、まあ、我々テクノロジーを提供している会社でございます。はい、特にですね、我々の会社の目的っていうところというと、はい、世界のこう困難な課題に挑むと、これまでこう CPU でできなかったことを我々が提供する GPU、まあ、我々はこうアクセラレーテッドコンピューティングと呼んでるんですけども、 CPU だけじゃですねできなかったことを実現していこうよと。それが例えばロボットだったり、はいはい、自動運転だったり、ここ最近非常にトレンドになってるあの生成 AI ですね、うん、チャット GPT を代表すると、そういったところに含めて、まあ、我々今まで実現できなことを実現していこうというところを世界の方々に提供していこうということをやっております。そういったこともありましてですね、皆さんがこう想像しているように、お市場の中でも評価いただいて株価が上がっているよというようなところも話題になってるっていうところが非常に大きいんじゃないかななんて思ってます。医療にかけてもですね、非常に我々会社の中でも重点項目の一つの領域です。非常にこう長く力を入れておりまして、10年ぐらい前からですね、もう医療に関しては GPU を使っていただいているんです。多いんですよね。例えば医療機器の中には非常にこう複雑な計算するものがあります。例えば CT の装置とかっていうと、中でその 3D の再構成の計算とかするんですよね。こういったところは
CPU だとやっぱり全然できなくて、そこから GPU に変わってきたっていう歴史もあったりですね、ここ最近ですと医療画像系で AI を使って診断支援をするといったイメージのものもあったりですね、まあ、患者さん病棟の中で見守りしていく、これを AI に、人から AI に変えていくとかいうようなイメージだったり、ここ最近のチャット GPT のような生成 AI で医療現場を助けるっていうようなこと、新しい事例の中ではですね、アバターのようなバーチャルなケアマネージャーさんが変わってですね、はい、利用していくとか、そういったようなものも生まれてきているというようなところで、こういったところですね、非常にこう力を入れている会社ですと。はい、小野さん、今 CPU って言葉と GPU って言葉が出てきたんですけれども、うん、これ何が違うんですか？CPU っていうのは汎用的なワークロードって、まあコンピューター上の処理をさせるっていうものですね。例えば皆さん使っていただいているこう Windows 上で Excel とか Word とかのさまざまなこうアプリケーションを動かしていると思うんですけど、さまざまなこうアプリケーションを動かすためにいろんなこう処理をさせているんですけど、ジェネラルに一通りちゃんと動くようなもの。GPU はある程度アプリケーションを特化してます。その分高速に動かすことができる、うんうん、なおかつですね、 CPU に比べてコア数を2桁も3桁も多くですね持っておりまして、同時に処理していくというところで、パフォーマンスが必要な領域に関しては GPU が向いているというところになっております。一つですね、お見せできるものとしては、はい、データ解析用の Pandas っていうアプリケーションが世の中にあるんですけど、これは結構いろんなところで使っていただいています。これのデモンストレーションがあるんですけど、 CPU と GPU を同時に動かしたものですね、これをまあ見ていただければ明らかな違いがあるんですけど、はい、50倍ぐらい差が出るんですね。例えば医療現場でも大事な情報、こうすぐに見たい情報、まあ、例えば病院経営の中でデータ解析する場面よくあるんですね、うんうんうん、はい、そういったデータは翌日だけ見れないとか、うん、週に1回しか見れないとか、月中だけ見れないとか、そういう処理もあったりすると思うんですけど、はい、例えば50倍早くなればやっぱ世界が変わってきますと、うんうん、例えばリアルタイムに病院経営に関してのこうデータをすぐさま出していくとか、そういったようなことが実現できるようになってくるんですね。これ一つの一例ですけども、それ以外にもやっぱり AI の領域、まあ、ディープラーニングの領域っていうのはもう CPU では実現できなかったことっていうのを GPU アクセラレーティングコンピューティングによって実現しているというような形になってます。で、最近 AI が出てきたので、はい、まあ、LLM などで注目を浴びているというか、それを処理するためには GPU が必要だということで、世界中に今大量の御社の GPU がこう流通しているという、はい、そういうことになるわけなんですね。おっしゃる通りです。中身は全部行列計算なんですけども、何時間もかけなきゃいけないような処理をまっすぐさまやっていくっていうことが GPU によって実現していくっていう形になりますね。なるほど、ありがとうございます。はい、GPU といっても GPU 単体で動かないので、うん、まあ、お待たせしましたという感じなんですけれども日本 HP さんはいわゆるコンピューターの、まあ、端末もしくはワークステーションサーバーのようなものを作られているということで、ちなみになんですけど新井さん、答えづらかったら大丈夫なんですけれども、はい、NVIDIA さんの GPU だったら、はい、どの端末につけても一緒だとかそういうことはないんですか？そうですね、実は、私も今日ちょっと参加させていただいたのは、 GPU っていうのはそのグラフィックスのボードの形になってまして、はい、どこかのコンピューターの中に入れなければ動かないというところがございます。はい、特に最近のその AI 計算をするような GPU っていうのはものすごくパフォーマンス高くなってまして、うんうん、ものすごい、まあ、集積もそうなんですけど、まあ、熱をかなり持つようなタイプになってます。はい、実は NVIDIA さんと HP はかなり長い間ですね、先ほどもちょっと医療業界で GPU 使って単次元という話もありましたけれども、 AI 以前からかなりビジュアリゼーションの部分ですとか競合として開発させていただいたりとかしてまして、はい、あとアニメーションとかですね、うんうんうん、映像制作とかあれはもう本当 GPU めちゃくちゃ使いますので、フル活動させた場合にですね非常にやっぱり熱が発生しますと、うんうんうん、例えばそういったところをあの NVIDIA さんとそのボードのデザインですとか、あと筐体の中ですね、はい、共有させていただいて一番最適なものをまあ作るというところをまあずっと HP の方やってますんで、確かにあの今川村様おっしゃったようにですね、どこのメーカーでももちろん使えるんですけれども、はい、信頼性高く、パフォーマンスも最適化して、そして安心して使っていただけるという面で両社で協業させていただいて、そして様々なですねプロフェッショナルの方が使うマシンというのを HP の方で開発、 NVIDIA
NVIDIA さんの GPU を搭載して販売するという形になっています。医療現場でもかなりグローバルでですね、はい、NVIDIA さんと協業しているところもございまして、あと国内も含めまして実際多くの医療機関さんの中でですね、医療機器の中に組み込んでいただいたりとか、カルテの端末ですとか、最近ではやはりちょっと少し出てきたいろんな AI のソリューションに GPU 搭載したハードウェアとして使っていただいているところになります。まあ、今医療ってこともおっしゃいましたけれども、これ世界レベルで結構医療現場のシェアも御社高いんですよね。はい、そうですね、かなり前にですね非常に大きな医療ベンダーさんの方にご採用いただいて、それを機にですね、まあ、私もいろんな経験を重ねて、その経験をもとにですね、まあ、世界それからあと日本でもかなり大きなシェアをいただいているところでございます。なるほど、まあ、AI 時代のもしかしたらもう影の立役者みたいな医療現場のですねところの方々になるのかなと思うんですけれども、はい、やっぱり医療ということでこのチャンネルは、まあ、現場の特に診療所の先生が多く見てるもんですから、その現場でどういう AI が今後出てくるかなっていうところも含めて今日はちょっとお話をしていこうと思うんですけれども、まず大西さん、現場でこれから AI が入るっていうことだと、はい、どういうことを想像してまたどんな分野に入ってくるだろうなというのが予想されるんでしょうか。大きく分けると2つあると思っていて、1つは画像系、1つはコミュニケーション系と分かれます。医療の現場っておそらくなんですけども、診療ワークフローであったり、まあ、お金の計算であったり患者さんとのやり取りであったりってところに様々な医療機器、あるいは電子カルテをはじめとしたシステムがございます。先ほど小野さんの話からあったように、この機器がですね、まあ、はるかに進化していって、すごくスピーディーに処理しないと落ち着いていけない時代にやっぱりなってきてですね、特に MRI とか CT とか内視鏡とかこういったあたりはかなりの画像枚数を出てくるし、リアルタイム解析といって手術中にそれを AI で分析しながら手術を進めていくなんてことも必要になってくる。一方でコミュニケーションの分野でいうと、やっぱり電子カルテ、問診ってこの2つのところね、特に今先生たちが言われているのは電子カルテを書いてほしいもあるけども、紹介状文書を作ってほしいであったり、あとよくお話あるのは過去の症例を分析してそれを医療に生かしたいとか、そういった高速処理を使っていきたいんだということを言われているので、今日の NVIDIA さんも日本 HP さんもそうなんですけども、パートナーとして僕はお呼びしたというのが一つあります。大西さん、今画像系とコミュニケーション系の2つが出たので画像系の方をちょっと聞いていきたいんですけれども、まあ、よく昔から処理するとコンピューターが重くなるとかよくあったと思うんですけれども、やっぱりこういうものはハイスペックな PC もしくは GPU 的なのを搭載してガンガンこう処理していくっていうのが当たり前になっていくという感じでいいんですかね。そうですね、今回その内視鏡の画像 AI についても視力保証点数がついているんですね、そういった評価がされるってことは政府もまあ期待してるっていうところになります。で、実際に使ってる先生ももう増えてきてて、やっぱり内視鏡を見ながら AI で分析しながらなんですけども、やっぱり2種類まだあるんですよね。全ての画像を撮影し終わって後から AI を動かす、一方で、リアルタイム動画を撮っていってそれを AI 分析していく、この静止画と動画って相当画像処理が違うので、ここはもう CPU じゃ無理かなっていう感じはするんですけど、あんまり小野さんの肩を持ちすぎるのもおかしいかな。なるほど。 AI って皆さん想像するのは、例えばチャット GPT のにクラウド上で処理するみたいなのがあるかなと思うんですけれども、ここでいう画像の処理っていうのはやっぱり現場で処理していくっていうイメージでいいんでしょうか。実は画像、いわゆるパックスであったりっていうのはあんまりクラウドパックスって存在してなくて、できるだけ情報共有はクラウドで、一方で分析や内部での処理はオンプレミスでっていうことが一般的なんですね。みんなが思ってるようにクラウドで何でもサクサク動けばいいよねっていうんですけど、昨今の状況でいうとクラウドの圧迫によってスピードが急激にダウンする。最近あったように、これは別の話かもしれないけど半日止まってた、そんなことが起きてしまったら医療の現場は致命傷なわけですよね。そういった意味ではクラウド、そしてオンプレ側、まあ、いわゆるクライアント側でちゃんと処理ができなきゃいけないのかなと。新井さん、これやっぱりクラウドだけだともう全然遅いというか、
ダメなんですか、ね、そうですね。いや、そんなことはなくてですね、クラウドとオンプレをやっぱり用途において使い分けるっていうことが大事なんじゃないかなと思います。クラウドに向いているのは、先ほど大西さんおっしゃったように、大きなデータを送っておいて、そこで学習させたものに、端末でもですね、いいですけど、そこからこう取ってくるというデータをですね、答えを返してくれるというようなものに向いているんですけれども、例えば画像系とか映像系とかのものを取ってですね、ネットワークにそれを流して、クラウドに計算させて、それで答えを得るってなると、これすごく時間がかかっちゃうんですね。で、実際、ボトルネックが一番大きなネットワークの部分になると思うんですけれども、例えば大きな画像データを転送するとなると、それだけで何十分とか1時間とかかかっちゃうわけです。で、そういったものに関しましては、NVIDIA さんの GPU がクラウドにあるのと同じように、オンプレ側のワークステーションみたいな端末に置いていただいて、そこでリアルタイムにですね、画像と映像をそこで処理しちゃうと、もう本当にその遅延なくですね、答えを返してくれるというものがございますので、本当にそれは医療現場でどういうふうに使い方をしているかっていうところに、本当によるのかなというふうに思います。ですので、特に画像系の部分に関しましては、リアルタイムで医療現場のスピードに合わせるなら、オンプレがおすすめだということになります。なるほど。今、リアルタイムってお話がありましたけど、リアルタイムってことは、例えば内視鏡を入れてるときに、もう分析も済んで、もうここに、例えば腫瘍がありますよっていうのが画面上に出てきてっていうのが、もう現場で行えるような世界観って、そんな感じなんですかね。そうですね。ですので内視鏡があって映像が出ているときに、じゃあここがちょっと怪しいよって、例えば AI がマークして、じゃあそこについてマークされたんで、もうちょっと詳しく見てみようとかですね。そうするとやっぱりリアルタイムじゃないと、注目したところの次の手を打ちにくいっていう感じになるっていう、後日っていうわけになかなかいかないと思いますので、画像を見てですね、すぐ判断して、じゃあ次のっていうふうに行くために、やっぱりリアルタイムがどうしても必要になるかと思います。なるほど。そのために現場でもある程度のスペックのものが必要だっていうことは分かったんですけれども、大西さん、さっき画像とコミュニケーションって僕が想像しているような、チャット GPT 的なコミュニケーションっていう感じを想像していいんですかね。いわゆるチャット GPT 4.0 っていうのが出ました。これを使いたいって先生が今たくさんいて、いわゆる問診に使いたいとか、カルテに使いたい、書類書きに使いたいっていうふうに言われるんですね。医療の世界のコミュニケーションってやっぱりベースは紙カルテから始まっているので、カルテの記載をどう効率化していくかということだと思います。私が長年クラークという、いわゆるシュライバーさんを育成するトレーニングをしている中で、やっぱりですね、使いたいなと思っているところ一つあって、シュライバートレーニングにもこの AI を使っていきたいなと思うんですよね。AI が学習をして実際に先生役をしてくれる、で横で実際に入力しながら処理しながらそれを見ながら勉強していくみたいなこともできるので、前小野さんに見せてもらったのは、アメリカなんかだと医療教育に AI を使っているケースとか、手術シミュレーションに使ってるケースなんかも見せてもらって、で AI がですね、お医者さんのお医者さんみたいに判断するわけですね。なるほど。この角度で入ると事故るよとか、この手順でやると間違いでやるみたいなことをちゃんと AI が教えてくれるみたいな、こんなことも実はできるようになるので、コミュニケーションって画像もそうだし、テキストもそうだし、もっと言っちゃうと考えるっていうところにも AI は進出してくるので、面白い世界がやってくるんですが、今出てるのがちょっと遅いなっていうのが、本音、世の中に出回ってるものがなんとなくもっさりしてるというか、現場の先生に見せるといいのは分かるんだけど、てんてんてんって言われるのもなんとか打破してる。確かにコミュニケーション、先ほどチャット GPT と言ったのは文字だから、容量が少なくても良さそうだなって感じもしたんですけど、じゃあカメラを使ってコミュニケーションするとなると、確かに容量も入るしネットワークも必要だということで、これ小野さん、世界では割と AI 的なのを取り入れて教育っていうところ大西さんがおっしゃってたんですけれども、やっぱりそういうのが日本より進んでるような感じのところもあるんですかね。そうですね、一般的にこう AI の世界って、世界から日本ってもうアメリカ中国からもう2週も3週も周回遅れだって言われてますけど、特にまあ医療に関してもそういった部分は感じますと、我々もその世界のこうメンバーともコミュニケーションは取って話はしてますけど、やはりアメリカ、ヨーロッパ、中国っていう部分は進んでますね。なるほど。とはいえ、先ほど大西さんおっしゃってた画像系の動画系とかっていうと、内視鏡に関して言うと日本っていうのは寡占化しているような状況ですと、そういった部分では日本がやっぱ進んでる部分もあるんですよね。ですので最近いろいろとお問い合わせとかご相談いただいている中では、リアルタイム性、外科の先生なんかはやっぱり 0.1 秒遅れるだけでですね、手術中にこう遅れてくるとこう違和感を感じてるんですね。 AI に関して言うと、例えばこう手術中に切っていいところを切っていい
てないところっていうのを AI によって示すと、でこれもやっぱりその教育っていう観点で使えると思うんですね。達人のような手術に慣れてる先生の知識がそのまま AI によるジュニアの先生にこう引き継がれて、この知識を使いながら手術の練習もできるとか、本当にこういろんな観点で使っていただいてますね。日本のこう医療行政の問題もあるのかもしれないんですけど、もう少しこう進んでいけば嬉しいななんて私個人的には思ってますね。なるほど、ありがとうございます、はい、そうすると本当に電子カルテ自体にももしかしたらなんかカメラからコミュニケーションするツールみたいなのがこう生まれて、ハイスペックなその GPU 的なのを搭載しないとなかなか処理も追いつかないよっていう時代になってくるかもということなんですけれども、新井さん、そうすると現場の今見てる先生はですね、じゃあどんな端末買えばいいのっていうことにあるかなと思うんですけれども、はい、どんなの買ったらいいんですかね。はい、そうですね、結構最近流行りで AI PC っていう言葉が結構出てきてまして、はいはい、CPU の中にも NPU というですね、ニューラルのプロセッシングユニットっていう、まあ、そういうものをこう搭載したものもこう出てきてまして、はい、まあ、CPU でもできますよみたいな話もあるんですけれども、実は AI をやるのにはまだまだスペックが全然足らない部分があります、はいはい、でなぜそういう考え方が出てくるかというと、先ほどコパイロットのお話も出ましたけれども、生成 AI 系のものを皆さんがおやりになるとですね、例えばコパイロットでしたらマイクロソフトさんのクラウドに皆さんがアクセスするようになっちゃうと大変なことになってですね、全部の処理をそのサーバーでやらなきゃいけない、うんうん、なので AI の処理を分散させてオンプレ上でやりましょうっていうような話が出てるんですね、はいはいはい、その中で、まあ、AI PC っていう流行り言葉が出てきてるんですけれども、実は GPU 搭載してるものはその NPU のですね、もう数十倍とか数百倍のパフォーマンスは実はもう出ておりまして、はいはい、そういう意味ではですね、実は世の中に出ている NVIDIA さんの GPU を搭載した特にワークステーションと呼ばれるタイプのものはすでにもう AI のものが来てもですね大丈夫な性能を持ってる端末というふうにことが言えるかと思います。今画面の方にですね、私どものワークステーションっていうものが NVIDIA さんの GPU と一緒に使っていただけるモデルとしてこう出てるんですけれども、で左上の方にはですね、結構小スペース型のデスクトップで置けるようなもので利用のモニターとかをつなげて多画面で見ていただけるようなモデルとしてお使いいただいたりとか、右の方に行きますとどんどん高性能になってきまして、うんうん、GPU の搭載できる枚数もすごく増えてまいりまして、そちらの方は割とですね、診断支援の中でフルにGPU を使って診断支援の AI のものを動かしていただくとか、そういったものに優れた用途になっています。あと、下段の方にはですね、モバイルワークステーションということで、最近はもうノート PC と同じような中にですね、この NVIDIA さんの RTX の GPU が搭載されたものが入ってまして、そちらの方もですね、使っていただいて、まあ、特にクリニックでちょっとスペースがないよとか、うん、まあ、あとは歯医者さんの CAD キャム用の端末ですとか、そういったところでノート型に GPU がもう搭載されているものが入ってくると、そういったものを使っていただくことによって、これからどんどん AI のソリューション出てくるかと思うんですけれども、 AI の処理をあるものはクラウドでやります、でもここだけはどうしてもオンプレでやらないとダメだよねっていうものに関してはこのワークセッション使っていただくと安心してですね、これからの AI 時代にも使っていただけるんじゃないかなというふうに思っています。なるほど、もちろん CPU 的な処理でもいけるんだけれども、やっぱり GPU 搭載の PC を買うことによって、まあ、例えばこれから後付けで AI 的な処理処理をさせようという時も、はい、まあ、安心感が全然違うと、ね、いうことですよね。はい、処理スピードが AI に関してはすごいレベルが違う部分になりますので、 NVIDIA さんの RTX の GPU を搭載したものをお求めいただいていくのが、まあ、安心してこれから AI 使っていただけることになるかなと思います。はい、大西さん、なんか現場でもやっぱり AI 対応していく、まあ、ハードも含めてなんですけれどもということがよくこう分かったんですけれども、これからの医療と AI とあと現場の端末っていうということで言うと、大西さん、どんな感じで今後なっていくかなっていうところをまとめてもらってもいいですかね。うん、医療っていうのは先ほど小野さんが言ったように遅れてるところもあるんです、うんうん、特に医療機器承認っていう問題があって、医療機器を申請して2年3年しないと承認されない、いわゆる今パックスも医療機器の一つになっている。はい、で一方で電子カルテとか問診とか予約って実は医療機器の扱いじゃないので承認いらないんですよね、うんうん、これがちょっと一つもしかしたら一気に進化するのはカルテ側の可能性が結構ある
です。要は医療機器ではないので。それが一つちょっと前提でおきたいのと、もう一つはシステムメーカー、ベンダーさんたちがどうしても安全性のために機器指定をするんです。要はこのパソコンでやんなきゃダメとか。ただここ3年ぐらいの動向なんですけど、ちょうどこのコロナの3年間の間に、こんな言い方あれですけど、メーカーさんも勉強する時間あったんだと思うんですね。その間にですね、クライアントに関しては端末自由に選んでいいですよと、最低スペックさえ超えていれば問題ありませんという時代にやっぱ変わってきて、現場の声で言うと、ハイスペック、そして GPU 搭載型のシステムをクライアント側に置きたいし、サーバー側にも置きたいので、お兄さん言ってくれっていうふうに言われるケースも増えてきてる。だからこれ AI だけの話ではなくて、要は全ての医療における、現場におけるパソコンがハイスペックであるほどスピードが上がるんで、結局それが質の向上にもつながるし、はい、早く処理ができれば今度は売り上げの向上にもつながる、患者さんのさばくスピードが上がるので、当然待ち時間も減ってくだろうし、すべていいことにつながるんだけども、私が言うのもなんですけども、やっぱりこの規制的な概念みたいな考え方みたいなやつを壊さないと、ドッグイヤー、 IT の世界ではよく言いますよね、4倍速でスピードが上がっていく、これがですね、まあ、牛歩であったり亀足であったりということだと厳しいわけですよね、そういった意味では僕のまあ最初的なまとめは、 AI が来る、そして当然その中で必要な GPU っていうものも来るだろう。ただもっと広い観点からすると、あらゆるものに GPU が搭載した世界や、日本 HP さんの話でいうと、 GPU に相性のいいパソコンを手に入れた時に医療は僕は変わるんじゃないかなと思って今日お呼びした。それが今起きている、例えばオンライン資格確認端末が遅いとかの問題だったり、これから始まる紹介状の共有サービス、電子処方箋の共有サービスで必ず遅延が起きると思う。だからこういうところに小野さん頑張ってね、売り込みをぜひお手伝いしたいですね。なんかやっぱり国が採用してるサーバー群って、多分 Google とか Amazon とかのサーバー群で、ここに小野さんが用意した GPU を入れていって、推奨機として日本 HP さんの端末使うと GPU、 GPU なんで早く動きますよなんてなると、幸せな世界が出てくるんじゃないかなっていうことをまとめにします。はい、ありがとうございます。もちろんそのクラウド側のスペック、まあ、小野さんがたくさんこう GPU を導入した端末を入れていただく努力をしていただくっていうのはもちろんなんですけど、これ見てる皆さんも将来に備えて自分のところで処理できるくらいのスペック、今のところですと GPU ついてるかついてないかっていうところが非常に大きいっていうことが分かりましたので、その辺の視座の一助にぜひしていただければというふうに思います。今日はですね、ゲスト盛りだくさんだったんですけれども、非常にいいお話が聞けたかなというふうに思います。お三方、今日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まず我々が考えなきゃいけないのは、 AI の処理はクラウド上でももちろん行われて、そこで学習などを重ねますけれども、処理的なもの、特に画像系のものだったり、まあ、カメラを使ってコミュニケーションするようになることを考えて、現場の方での端末というのもある程度ハイスペックなもの、 GPU 搭載で処理ができるものを選んでいった方がいいというお話でした。ただですね、カルテとかを買う時も結局ベンダーさんが選んだものということになる可能性もあるので、その場合は選びようがないかもしれないんですけれども、皆様の方で一言ですね、 GPU ってついてるの、つけられるのみたいなことを聞いていただいてもいいのかもしれないです。あとはですね、小野さんがおっしゃってたように、教育のところでも確かに使える、あと現場の事故を防ぐという観点でも使えるし、手術をより迅速にタイムリーに進めるための協力に補助していただけるような AI というのも現場で起こり得るということで、私の中でもそうなんですけど、チャット GPT にどうやって処理させて、どうやって文字を吐き出させるかみたいなところの考えにちょっとなりつつあったんですけれども、最近ですとしっかりですね、その画像を解析して映像でコミュニケーションするようなところっていうのもできるようにこうなってきました。ただしやっぱり全てクラウド側で処理となると、やっぱり遅さというところが出てきますので、それをですね、どこで処理するかというのも考えて AI ツールを使う時代になってくるのかなということでした。せっかくですね、ご縁をいただいたので、今後もですね、 AI の進化のところ、あとは世界標準でどんな風になってるか、 NVIDIA さんも日本 HP さんもですね、世界的なコンピューティングの会社ではありますので、その動向を知るためにもですね、またゲストで来ていただいて、いろいろとですね、情報をいただけるようにしたいなという風に思います。今後もですね、引き続き情報をウォッチしたいなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録等していただいて、引き続きウォッチしていただけると幸いです。それではまた次回。